皆さん、毎度毎度。まあ、男性美容師とね、女性美容師の違いね。まあ、女性美容師はね、可愛いよ、基準にね。カットしたり何かしたりね、していくんだよね。男はね、その可愛いがね、わかんねえんだよね。えんだよ。ほとんどの男の人はね、それ持ち合わせてないと思うよ。持ってる人逆にいるんかな可愛い,いがわかる男って。あ、この色可愛いとかさ。この靴可愛いとかさ。まあ、男がね。まあ、男はだからそういうの持ってないよね。 可愛いからさ、物を買うってことないよね、男はね。まあ、そういう男がさ、カット始めるとき、何を基準にカット始めるのかね。カットした仕上がりを見てさ、どう判断するのかね。女の子だったらカットが終わった状態見て可愛いかどうかで判断すると思うんだよね。男はそれがないからね、可愛いがね。まっすぐ切れたとか、軽くなった、薄くなった、切り口がとったらこったらっていう感じだよね。とにかくね、自分なんかも凡人だからね。 大事なことはできないよね。まあ、カットしてても、ロングのボブだったら自然に見える毛先とかね。巻いたらこのぐらいが扱いやすいんじゃないかとか、巻かないストレートの場合はこのぐらいの厚さでこんな透き方がいいんじゃねえかとかね。カットやっててそこには可愛いも何もないんだよね。実用的なとこしかないんだよね。実用的に扱いやすいカットに切るって感じがね。まあ、世間のね、男性美容師さんはどうなのかね。パーマも、 かけて、かわいくかけるなんて考えてないんだよ。その髪の毛をいかに痛めないように、程よいカールを出すかかわいいパーマなんて言われたってさ、かわいいがさ、ねえんだから頭の中にはさ。だともう技術的なことでかけていくしかないんだよね。この髪の太さにはこのぐらいが適切と。で、薬がこのぐらいが適切と。これぐらいでかけるのが、まあ一番痛まないで扱いやすい。 じゃねえかとかね、取れにくいんじゃないかとか、自分の仕事を分析するとさ、可愛い,い頭とかかっこいい頭作るじゃなくて、扱いやすいものを提供してるって感じか、カットでも何でも。お客様が家でセットした時に、まあご自分でね、可愛くなれるようなカットの仕方、パーマの買い方を提供してる。まあ男のね、カットのお客様だったらね、扱いやすい、かっこよくね、 セットで決まりやすい頭を提供してるかわいいとかかっこいいはもうお客様任せそれを手伝ってるだけなんかな我々は手伝うっていうのは作りやすい頭を提供してるってことか髪の毛を損傷させないように扱いやすいまあカットパーマまあ部屋代もそうだよねカットに関してはやっぱりお客様の悩みとか扱いにくい部分そこをなんとかしてあげるっていう仕事の仕方か まあ、なんだかよくわかんないね。はい、お疲れ様でした。